フワちゃん先生と夢を語り合いたいですって。なあ、私ラーメン屋タイプ苦手なんだよね。お、山内くん。はじめまして。はじめまして。はじめまして。毎日放送新入社員の山内海と申します。よろしくお願いします。やだ、しょっぱなからカメラ目線しないで。いや、もうちょっと見つめ合っていきましょう。はい、ということで自称厚尾でやらせてもらってます。はい、まあ、せっかく最後でお疲れかと思いますが、うん、せっかくなので呼び名をつけてもらってよろしいでしょうか。はい、なんだろう。変。はい、変でいかせてもらいます。変こと山内が変こと山内が、はい、今回おすすめするネットコンテンツはアニメーション作家の和睦さんが描くアニメーションでございます。アニメーションか、はい、いいね。フワちゃんは、フワちゃん先生はアニメーション見られたりしますか？見るよ、私いつだってスポンジボブ見てるんだから。あ、スポンジボブいいですね。僕も小さい頃めちゃくちゃ好きでした。あ、ほんと？ってことで、まあ、早速なんですが最初に2つ の、 あのミュージックビデオのアニメーションを見てもらいたいと思います。うんうんうん。以上が、まあ、編集した時だったんですが、どうでしたか？なんか、よかった。なんかさ、普通なんか、これ何？縁の線とかがピンクだったりさ、青だったり、なんか珍しい絵じゃない？なんか可愛かったんだけど、めちゃくちゃですよ。その、僕が和睦さんのそのアニメーション好きなところは、そのアニメーションっていうか、そういう淡いタッチ感みたいな、うんうん、あとテンポの良さであったりとか、うん、まあ、ミュージックビデオなんで、そのストーリー性みたいなもの、うん、まあ、その3つが僕は好きです。なるほど。確かに 、はい、音はめがすごかったね。まあ、パンパンパンって結構変わっていく感じ、気持ちかった、見てて。さすがです。そこ、そこ分かるの。なんかうかつくな、こいつ。いや、すいません。ですので、まあ、その3点に特に注目して、もう一度あの解説踏まえた VTR 作ってみて、うん、同じアニメーションで見ていただいて。お、楽しいです。はい。すごく僕もこの最初カット終わって音に合わせて作るっていうことを重きを置いてやったので、はい、そうですね。オープニングのこの男の子がステージで立ってるあたりとか、はい、交差点、乾燥の交差点のとこですかね。はい、ここは、なんだろうな、お気に召すままっていう曲の、なんだろう、シナリオみたいなものがあったんですけど、それを語る上で一番大事なところだった記憶があります。イブの MV っていうのはその主人公がいて、まあ、ヒロインがいて、でそのもう一人その、まあ、人外というかモンスターじみたあの男だとか、まあ、人間っぽいけどちょっと人間じゃないみたいなキーパーさんがいるんですけれど、そのキャラクターがこの MV では敵ではなくて味方になるっていうのが僕の中ですごく大きいテーマだったので、そのラストシーンでも協力して助けている最中みたいなことを描けたのが僕はすごく気に入ってましたね。アニメーションサッカーをやらせていただいております、和睦と申します。簡単に言えば大敗的な絵柄をもとにアニメーションイラストを描いております。そうですね、僕にとっては結構この大敗っていうのはもう人の手が加わってるものが時間の経過で
朽ちていくっていうのがすごく大きな意味合いを持っていて、その中で寂しいっていうものを出せるのはやっぱりこの対外的な表現が一番大きいなと思っていて、で僕は結構その自分が好むところもその寂しいっていう感情を結構好んで出すところはあるので、そういう面でもその対外的な絵柄とか対外性っていうのは僕の作りたいものとも合うし、僕の趣味とも合う、そういう相性のいいものだなっていうのは思います。フワちゃんはちょっとその淡いタッチの感じとかストーリーとかそのテンポ感とかどう思いましたか？いやすごい、なんかもう私は完全に反対派的だからまさにまさに私と逆のフィールドではありつつも、その音に合わせてっていうのがすごいなんか私は割と共感できるというか、私もその何パン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 って進んでいくともうすごいめっちゃ気持ちいいので、なんかあの太鼓の達人のコンボみたいな、淡くもテンポが良ければすごい私とも馬合うし、なんかあの別の世界の人でもなんかそういう一個の共通の熱い思いが、アニメーションに対する熱い思いみたいなのがあればめっちゃ馬合うなと思った。だから本当に私は和睦と今日飲み行くからそのフワちゃんともちょっとこう和睦さん合うかなと思いまして、和睦さんにフワちゃんを描いてもらいました、うん、その制作嬉しい、マジでちょっとあのタッチ感で見てもらいたいと思うんですけど、最後にそれを見てください。ここで、まあ、夢を語るでもないですけど、私も本当に個人的には、はい、自分はそのアニメーションを描いたりとかそういう能力はないんですけど、あの映画を制作したりとか、まあ、監督をしたり、まあ、ぜひぜひ日本のアニメーション、最近はディズニーだったりだとかピクサーに押されてるっていうのは当然ありますけど、いいものを作って世界の人に楽しんでもらえるようなものを一緒に作っていける日が来たらいいなと思います。めっちゃクオリティ高い ね、 ね。しかもなんかあれだったね、なんかちゃんとさ、ワーボックスさんのさ繊細なタッチにフワちゃんのビビッドのカラーがあって、なんか本当にいいコラボレーションだって、うちらやっぱ馬合うじゃん。いや本当にちょっといつか僕が夢を語ってるところでフワちゃんの絵を、うん、フワちゃん主人公でアニメーション作って世界中の人に見てもらいたいなっていうのを語ってました、うん、なんだじゃあ許すよ、ごめんね、鬱陶しいとか言って最後にフィードバックお願いします。いいところと悪いところ何かあればお願いします。はい、やっぱ普通に最初にまずアニメーションで見せて、その後に解説込みで見せるっていうのがなんか豪華な感じがして、なんか斬新な動画の作り方だって思ってめちゃくちゃ楽しかった。ありがとうございます。あとなんかあれだね、やっぱ3部構成で最後になんかそうやってなんかより感情移入してきた人に最後その人が私の絵を描いてくれるっていう豪華な演出がなんか本当になんかやっぱあれだったな、ディズニーランド並みの演出能力だなと思いました最高の褒め言葉ありがとうございます。すごい良かった、めちゃくちゃ。ありがとうございます。悪いところ最後お願いします。悪いところね、悪いところは、はい、そうだね、なんか多分隠しきれてないお調子者あげちゃいましたか本当に大阪ならではのお調子者が、はい、節々から感じられたけど、でもそれも、はい、フレッシュなお調子者を絶対忘れずに今後もその独特の人懐っこさで頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。最後にフワちゃんの夢をお聞かせしてもらってよろしいでしょうか。
はい、フワちゃんの夢はこれからも最高 の, みんなとどんどん絡んでって、私 の, 楽しい、私のこれからも楽しい YouTube がどん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 ずっと続けられるようにみんな巻き込んで一生やっていきたいでーす。イエーイありがとうございます。